はい。そのテンション。ああ、そのテンション。そのテンションですね。本日は体験間近ということで、僕たちがね、半年間でボディメイクっていうテーマを設けてやってきたんですけれども、その中で、まあ、トレーニングはね、未経験ではないんですけども、2人ともしっかり本格的にプロの方に、プロ中のプロの方に教えてもらうのが初めてだったんで、本気でやったんですけども、その中で一番効果があったなっていう、気に入ってやってたっていう、感触が良かったことですよね、っていうのを3つ、それぞれ、ちょっと今日は発表したいと思います。じゃあ、ちいさん。はい。僕は、まず1つ目。1つ目。今も、島田さんといえば、スクワットでございます、はい、あれでもあっちでも足強化されましたし、ベストボディ足出ないの分かってますけど、なんか足が筋肉痛じゃないと1週間落ち着かないなって、ゆえの、スクワットですね。それですけど、ちなみに言い忘れたんですけども今日の動画の最後はその1の種目を、徹底的にやってお別れしますので、はい、もう遅いわ言うな。はい、そういうことですもんね。はい、教えるじゃん。確かそうでしたね、はい、言ってましたもんね。はい、あっちゃんはめられたな、これ。はい、で、そのマスカットやりますよと。やりますの、やりますよと、はい、で、2つ目はインクラインにした状態でのベンチプレス。おお。で、結構上座ってきたなっていう感じはありました。で、3つ目、ラットプルダウン、はい、のちゃんと総合のチューブに効かせながら真ん中に効かせるっていうのが、はい、意識として出てきたなっていう、その3つですね。スクワット、インクラインチ、そしてラットプルダウンの3つです。いいですね、スクワットが1位っていうのは。あ、もちろん、はい。じゃあ僕の1位、ベンチプレスですね。まあ、やったことはもちろんあったんですけども、しっかりその柴田さんにフォームを確認してもらって、しかも僕はスクワットはすごいもちろん印象的であるんですけど、これ好きなって言ったので僕は今回ランク外とさせてもらった。必要なんやったらランク変わってくるんですけど、好きだよね。感触が良かったとか好きよって、それが良かったなってよくは思いませんぐらいしんどいですけどね。そこまでそのね、性格の差が出てるのこれはもうすさんない、ほんまはやりたくないぐらいでも感触は良いというか、良いを通り越してエグいやばい、熱出る。そう、島田式10回1分インターバル10セットを僕もベンチに取り入れて、逆にやってたらそれもそれで結局回数をするのでフォームが100回することになるので、その分練習にもなるというか、初心者こそやっぱベンチプレスをうまくちゃんと上げれるようになると、いろんな筋肉の使い方とか体の使い方をこう覚えると思うので、すごいやっぱ回数っていうので島らしき最高ですね、ベンチプレスで。2位、これがチンニング、島らしきではないんですけど、しっかりその前まで荷重とかして引くみたいな、とりあえずここまでじゃなくて、島田さんの教えの通り、もうしっかりこう重さを乗せた状態で引き切る、こう特にチンニングってこの辺ぐらいまでで終わりがちなんですけど、しっかりその引き切る最後までっていうところを意識すると、自重でもなかなか、まあ、7回ぐらいじゃないかな、そのちゃんと1回それを1回としてできるのっていうので、しっかり引き切るチンニングっていうのを意識してやり始めたら、圧倒的に背中の感触が変わってきてっていうのがすごい感じましたね。あとはもう一つ最後、これがサイドレイズですね。おお。それまでサイドレイズ肩に効いてる感じが正直わからなかったというか、なんかこうしんどい感じはあるけど、それはこう軽いので動かしまくって動かんくなってきたときにこう感じる、このバーンじゃないですけど、こうあーしんどいなっていう感覚だけしっかりここまで上げるっていうのをこう聞いて、グッとここで集中感を感じることによって感覚も良くなって、こう途中からこうサイドレイズでこう三角筋の横を使う感覚っていうのがつかめたので、フォームが大きく変わったっていうよりは
そのここを使ってあげることがちょっと上手くなったかなっていうので、そうなると全然肩の張り出しとかが急に変わってきました、はい、この3つですね。ボディメイクに必要なトレーニングですよね。体をこう形を作っていくに、まあ、肩がしっかりあって背中の逆三角形なので、で胸も輪郭がしっかりと伸びている、ベストボディに近いトレーニングですかね。確かに。でこの後にスクワットと、ベンチ。あ、そうですか。はい、島田式でしてもらうだけでございます。なるほど、はい、パープロ君で言うとね、怪我率はもう 50% 超えてるんで大会前にね、腹筋板が言って大会更新出られへんなるほどなるんだけども、結構限界まで来てます、ね、友情タッグと、ね、トレーニングで効率上げて頑張りましょう、頑張りましょうということで、ね、やったことある種目でもやっぱ改めていろんな人見てもらったりとか、自分の動画を見てフォームを改善してみたりとかっていろんなことを試してみると、また全然同じ名前の種目でも正直無限に通りがあると思うので、ぜひぜひね、自分の感触でいいトレーニングを探して参考にして、これからも、ね、いろんな動画を上げていくので、これからもよろしくお願いします。じゃあ筋肉ジャンケン参りましょうか。はい、筋肉ジャンケン最初はグーじゃんけんパー、さよなら、またね。